はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、まあ、名前がね、今私、ヒカキンさん、ごめんなさい。まあ、一応ちょっと、呼び捨てになってしまうんで、そこだけちょっとご了承ください。名前ですので、はい。で、今回、ヒカキンさんのね、コラボがあるわけですよ。なので、今回名前をね、3種類、ちょっと決めさせていただいて、なんかそういうのって大体、報酬があるんですよね。隠し報酬というか、名前で、その青鬼になりたいってなったら青銭がゲットできたりとか、なんかそのひな祭りだったかな、それにすると青銭5000枚だったかなとか入手できたりしていたので、今回もあるんじゃないかと思って毎回まあ言ってるんですけど、まずごめんなさい、3種類、まず大本命は一番最後に残しておくとして、まずごめんなさい、ここからちょっと呼び捨てにさせていただきます。ヒカキンっていう、そのカタカナでまずヒカキン、そしてその後、まあ、英語というか、ローマ字で、ヒカキン、HI とかのね、そのヒカキン。そして、最後、一番僕、それが、ま、可能性あるんじゃないのかなって思ってるのが、ヒカキン TV。カタカナのヒカキンに TV。全部ローマ字だと、文字数がオーバーしちゃうので。だから、カタカナのヒカキンに、T と V で、TV。これがなんかちょっと、なんか、普通の感じじゃなく、あえて、なんか、ヒカキン TV っていうので、あるんじゃないのかなと思うので、ちょっとこの今回、この3個の名前を使って、いきたいと思います。本当にね、でも、青鬼オンラインさんどうなんだろう ?3 日後とか4日後とかに、4日後、結構なんか、しばらく経ってから、なんか、名前をこれこれにすると、何かがみたいな感じでツイートしたりするんですけど、本当にしないときは、本当になんか黙ってるって言ったらあれなんだけど、ちょっとこれ今、ボットベアだったので抜きました。だから、本当に、黙ってるんですよね。結局、後から気づいて、こうだったんだってのもあったから、もしかしたら知らない間に何も報告なく、実はそういう隠し要素があったのかもしれないぐらい、まあ隠してるというか、なので、まあちょっと見つけれたらなと思います。まあでも多分ね、ヒカキンっていうのは、ないんじゃないのかなと思ってる。だって、もしそうだったら、まずもう出てると思うんですよね、情報が。カタカナでヒカキンっていう人いっぱいいるから、多分違う。だけど、まあ一応ちょっとやっときたい。で、ヒカキン公式もないと思ったので、わざわざ多分ね、運営さんが公式って名前を全員にさせる意味がないから、むしろヒカキンさんに迷惑かかるしね。だから、それはないと思ったんで、ヒカキンだと思って、そんな浅はかじゃないよなーっていう。でもとりあえず、行きましょう。で、ヒカキンさんのスキンってあるじゃないですか。もともと前から。それは名前のヒカキンじゃなくて、レベル10になったら入手できる、スキンなので、まだ、カタカナでね、ごめんなさいね、呼び捨てばっかりにしてごめんなさいね、ヒカキンってつけると、入手できるってのはまだないので、そういう機能は。今回で実装されてないかなと。まあでも、結構ね、イベントいっぱいあるし、どうなんだろうね、もう、そういう、そこまでさすがにない。でも、青銭入れるだけだったらいけなくはないと思うんでね。で、さらにめっちゃ豪華にするんだったら、だから、イベントがある程度終わった後にツイートしてまたそれをプレイしてもらうって形でまだもしかしたら残してあるんじゃないのかなと。その情報というかね。まだ隠し情報にしてあるんじゃないのかなーって思ってるんだけど。まぁちょっとそこら辺はまだもう完全に検証なのでね。もうこれに関してはダメだったらまぁこうでしたっていうちょっと検証になっちゃいます。そこだけちょっとご了承いただけたら嬉しいと思います。かまど炭治郎、いいですね。はい、私今3週目でございますのでね、鬼滅の刃。はい。なんかね、鬼滅の刃のいいところってさ、ただ単に戦闘が面白いってのももちろんありますよ。で、もちろんそれぞれのキャラがいいっていうのもあるんですけど、なんか物語がね、やっぱり、言うたら、ね、感動だけじゃないみたいな感じも好きだし、あとね、ごめんなさいね、青鬼の時に鬼滅の刃話するのはあれなんですけどね。なんか、簡単に死んでしまうって言ったらあれなんですけど、言い方悪いんですけど、なんか、ね、お腹に剣が刺さったらもう、重症だし、下手したらすぐ死んでしまうっていう、なんかそれがリアリティあるなと思って。で、他のところだと、プネナープー、よし。だと結構なんか、意外と、これ死なないんだって言い方あれだけどね。なんか、意外と大丈夫っていうかね、ぐらいあるけど、本当に、普通の人間なんだなっていうことを感じさせてしまうような、
だもんね。なんかちょっと切れ、ちょっと切れたって言ったらあれだけどね、結構もう重症になっちゃってみたいな感じなイメージだから、そこがすごい好きですって、ごめんなさい、全く関係ない話をしてしまいました。私はこれ完全にこれ青鬼運営さんに私喧嘩売りましたね。いいでしょう、望むところです。喧嘩売りましょう。はい、買いますよ。ごめんなさい、嘘つきました。だってあちゃっ、落ち着け。これは厳しいか、これはガスマスク保持は、いや、いける、ガスマスク保持するけど、これ上ってどうなんだ。あっ、やばい、これは終わった。いや、行くぞ、バッいかんね、あっち入っちゃダメでしたね。あー、ないか、まあまあまあない。じゃあ次はローマ字で行こうか。はい、ということで、じゃあ次はヒカキンさんのあのローマ字の方のね、ヒカキンでやっていきたいと思います。さあ頼むぞ。どうしような、まあ早めに去ってやられるっていうのもあり、いやでもそれはやめとこうか。じゃあ行きましょう、よろしくお願いいたします。さあランダムマッチどうだ、プレイヤー、いやーなんか最近ちょっとランダムマッチ入れないんですよね。これ何の現象っていうか、なんかフレンド部屋じゃないとなんか入れないだよな。そうだよね。やっぱりちょっとマッチングがかなりあるのか。まあ、やってないっていうことはないと思うんですよね。今逆にね。このコラボの、しかも土日なんで、今撮影が一応土日なんですよ。で、さすがに、だから、その、人がいないとかじゃないから、むしろちょっと、行き過ぎて、いろいろサーバーが的な感じだと思うんですよね。なのでちょっとフレンド部屋でちょっとやっていくんですけど、意外とここに公式さんとかいないかな。いてくれたらすごいいいんだけど、まあまあないよな。このさ、一瞬自分がそのフレンド部屋になった時に、ホストで何度も言うと思うんですけど、上ホストじゃないですか。で、ここにも僕ホストでいるんですよね。これで一瞬なんか公式マークの人とちょっと一瞬ビクってなるんですよね。公式みたいな。なるほどですね。ここは非常にあの生存率が低いと言われているところですね。ここで青逃げ、なかなか多分僕の立ち回りがダメなんだと思う。普段のその、この普段やってる立ち回りが多分よろしくない立ち回りなんだと思う。だから普段僕いつもここにいるじゃないですか。だからそれがいけないんじゃないかなっていう。ここだと多分逃げにくい。いやでもな、ここ以外だとさ、もっと広い、まあ、図書館とかあるんですよ。あそこは確かに逃げやすいんですけど、あそこで逃げると、毒切りがすぐ来るんですよ、結局。で、じゃあ、右下？右下もまあ、逃げやすい。逃げやすいじゃないわ。毒切り、まあ、来にくいと思うんですけど、あそこはやっぱり細長いから逃げにくいっていうイメージがあるから、ここが一番なんじゃないのかなって思ってんだけど、でも確かにここにいると、青鬼が集まってくるイメージなんだよね。で、しかも頭いいから、結構囲まれるみたいなことある。こっち、ダメか。どっちかシュプリームだったらやったろうかなと思ったんですけど。来るぞ。皆の者、青鬼が来るぞーい。来なかったらごめん、嘘ついた。さ、シュプリ。いたね。まずあそこに一人いる。二体、もう、ここ怖いのか。しかもさ、三方向に青鬼が来るんですよね。いきなりひょこんって。はーいみたいな。ハローエブリワンみたいな感じで来るんで、それがちょっと怖いかな。その追いかけてるときに。まあ、ここはね。あ、でも、そっか。うわーい！ふぅ、危なかったぞ。ひぅー。ちょ、待って。落ち着け。大丈夫だ。トライングさん、落ち着いて。一回落ち着いてください。いいですよ、いいですよ。どんどんやられてもらってね。あ、ウイルス感染おめでとうございます。まあ、僕はもう、ウイルス感染、青鬼パスでなんか残り6個ぐらいあるんでね。どうなんだろう、その、この6個ぐらい、一気に全部やった動画とかも上げてもいいかもしれない。サブちゃんから、もし上げるとしたら。でも、早めにちょっとサブちゃんもちょっと更新していきたいんですが、閉められてない！危ない！逃げ続けるぞ、私は！私は、危ない。青鬼オンライン界の神となることを誓います。はい。怖いです。怖いです。非常に怖いです。行きます。お邪魔します。大丈夫。いける。よし。さ、これを避け続けて、多分ここじゃないといけない。開けよう。協力だ！よし！いいぞ！閉められてない！やめなさい！いやーもう、トライアングさん邪魔ばっかりしてるよね。牢屋開けて、我先にと私先逃げてやられるパッタイム。ホラーの映画にありそうなタイプっていうか、でもこれもないか。残念、青ずになしか。じゃあ一番、僕の中であるんじゃないかって思ってる、ヒカキン TV で行きましょう。なんか、ね、ヒカキンだといっぱいやる人がいるから、そこをヒカキン TV にすることによって、まあもちろんヒカキンさんの宣伝にもなるし、みたいな。
ちょっと待って、これ一回ちょっとマッチングまで飛ばしますね。ちょっとずっとダメだ、ボットビアばっかだ今日は。よし、じゃあ行きましょうか。ヒカキンさんのお宅からスタートですね。はい。そして名前はもちろんヒカキン TV、 よろしくお願いします。さーて行こうか。とりあえずここでガスマスクをいただこうと思ったらこうなるんだね。どういうことだというのかね。さあ行きましょう。まあ、仕方ないしか大丈夫。さすがにまだ青い。いって、あー逃げろー怖い怖い怖い。大丈夫、来ない。来ないよ、大丈夫。しかももし来たとしても多分もう間に合う。大丈夫大丈夫大丈夫。足かせさえ取れれば青に一体は全然怖くない。うん。でも、その、なんだろう。もう本当にアップデートというか、いろいろ修正が入ったから、青にがもう強いんですよね、本当に。さて、私はちょっといただきに行きましょうか。いただきんか。さあ、宝の山だ。取られた。くそ。大丈夫。おつけ。大丈夫。僕はシュプリームだけ狙えばいい。そう。早くちょっとシュプリーム集めたいんで、モフコ50体。丸尾とモフコ50体をなんとか早めに入手したいのだが、いただけない。来ましたね。あ、おにしさん。あ、おにしさん。大丈夫。おつけ。ここ。ここ行ける。狙われてるね。狙われてるね。いや、大丈夫、大丈夫。いただきます。あれ？あれれれれれれれ？さあ、どうだ？ないかー！マジか！あー、まあ、ない、まあ、ちょっと裏読みすぎ。いや、ないのかなぁ。はい、ということで、ちょっと、結局探したんですけど、申し訳ないんですけど、ちょっと、結局見つからずということで。まあ、ちょっと、青鬼のね、公式さんのちょっとツイートをちゃんとチェックしつつ、もし、その、そういう感じが来たらちょっとご報告の動画というかね、あげたいと思いますので、よければ、その時は見てくださったら嬉しいです。はい。まあ、あと、ちょっと今多分画像出してると思うんですけど、いつものように、3月20日から、あつ森がね、まあ、発売されるということで、その日の、まあ、一応0時からサブチャンネルの方で、概要欄に貼ってあるんですけど、の方で生放送するのと、あと、青鬼オンライン、あつ森で青鬼オンラインというものをしたいと思っておりますので、よければ、メインチャンネルの方でね、多分動画上げると思いますし、その日のうちに、よければ見てくださると嬉しいです。はい、ということで、じゃあお疲れ様でした。バイバイ。